はい、皆さん、毎度毎度。細毛難毛はドライカット。もう、濡らすとね、髪の毛がね、頭に張り付いちゃってね、ボリューム感がどのぐらい出てんのかどうなのかもね、全然わかんない。もう切りづらい。カットってなんとなくさ、濡らしてやるもんだっていう固定観念があるんじゃないそれが邪魔してね。 なんか髪の毛濡らしちゃうんだよね。お店によったらね、お客様来たらね、すぐにシャンプーしちゃう店もあるんでしょそのシャンプーしちゃうとね、あの、セット剤が剥がれちゃってね、なんか形の感じがわからないっていうのお客様が、同期っていいんだが、それも嫌がるお客様もいるんだよね。で、中にやっぱりシャンプー好きなお客様もいるんだよね。だからね、一概にこれがいいっていう答えはないからね、1対2対7の法則、ね うちみたいなね、ドライカットがいいっていうね、お客様がね、ま10、あ、人中2人いたらねな、まあ残りの7はね、まあどちらでも何でもいいわと。で、中には1人、嫌だって人がいるんだよね、うちのやり方がね。だから1対2対7っての、まあこれはしょうがないね。で、その10人のうちの1人ね、これはなんかうち来てね、もう嫌だっていうのやり方が。 そういう人はもう何をやっても多分嫌だよね。嫌ならじゃあこういうやり方に変更しましょうつってももうその時点じゃもう遅いんだよね。嫌なものは嫌なんだよね。扁桃体2の、のそれがね、この店来たのは失敗とかね、この美容師嫌だっていうのがね、今までの経験の積み重ねなのかな、扁桃体2は。そのなんか回路の集積でね、もう直感というか条件反射でも嫌だって、もう危険って、失敗ってこう決めつけられちゃうんだよね。 自動車の運転で言ったらね、変な運転する人を見ただけでね、やばいって、近,い近づくなって。そんな感じだよね、この返答体の反応っていうのはね。だもうそうやって一回反抗しちゃうとね、この車がね、あのー、普通の運転に戻ってもね、またいつなんか変なことするかわかんないから危険っていうのだもう近づかないっていうのだからね、あの、美容師の場合はどうなのかね。もうお,お店にお客さんが来てね、美容師の顔を見てね、担当が決まった時点でどうしていいのかね。手前だけでね、綺麗子というようながね、あのー、 接客の神様とかコンサルはねそれをこうやってああやってするのがプロでしょうなんて言うかもしんないけどね危険な車の運転するやつにじゃあどうすんのそれもうただ単にそば寄らないのが一番だよねだからねあのお客様がね あの第一印象で美容師を判断したときはそれに近いものがあるからねもう対処できないよね、だから美容師もねお客様を見てねだいたいそういうことを言う年齢層ってのあるわけ、うん、そういう方がね来たときは、ね、もう美容師もね危険とねもう返答体が反応するよねあやりたくねんってんで <laughs> ねえもう過去の経験から分かってんだよね、あなんかこの人嫌だなみたいなね。 はい、コメント返しね。はい、なーちゃん先生ね。はい、ゲリラ豪雨の中で。ゲリラ豪雨になるとお客さん来ないから楽なもんだよ。今ね、カットしてるお客様ね。これゲリラ豪雨でね、あの、職場の洗面所の排水口から逆流して、ジャバ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 ,ジャバ、あの、室内にお水がね、溢れかえちゃって、それバケツリレーで外に出して、まあ、それはそれで落ち着いたらしいんで疲れたとか言ってね。ただ、そんだけじゃないんだよね。そんで、 それは昨日の話ね、排水口は。で、今日来る時にね、転んじまったっつって手見せてんだよ。後でたまにチラチラ見せるかもしんないけど、その傷口をさ。まあ、昨日のね、疲れが原因でね、今日ね、来る時にね、自転車乗ろうと思ったらバランスを崩してね、乗り出す時にね。で、やっぱり転んじまったと。やっぱり、ゲリラ豪雨直接が、 どうのこうのじゃなくて、やっぱりそのゲリラゴールになんかあった、その疲れが次の日怪我を呼ぶじゃない、事故を呼ぶというかね。だからそこが一番注意だよね。うん、疲れた次の日に事故は起きるというかね、我々の年代になるとね、これやっぱり注意してないとね。とりあえず停電は大丈夫だったね。まあ、停電に関してはね、もう諦めるしかないよね。 で、この辺は住宅密集地だからね。あの、電線が入り組んでさ、こう、雲の巣のように張り巡らされてるから、一個の回路が切れても、隣の回路から持ってくるとか、なんか、うまいやり方があるみたいよ。木長に待ってりゃ、まあ、自然と、ね、復旧するから、まあ諦めるしかないね、停電はね。もうだって、だって我々がなんだかんだって大声出したって治るもんじゃないからね。はい、一旦ここまでね、お疲れ様でした。